1975年当時の本郷温泉街、本郷温泉地区に見られる廃業した旅館大屋創業、清し別館の玄関本郷温泉のメインストリート、本郷温泉は広島県福山市本郷町にある温泉。1960年代に栄えて12軒の旅館が営業したが、2016年までにすべての旅館が廃業してその多くが廃墟となった。 ホームページでは2006年に同温泉街近くで発生した山林火災についても説明する。本郷温泉街は福山市の西側にある本郷町を流れる本郷川の支流にあたる大谷川の渓流沿いにある。大谷川は本郷川の支流の一つで流路 1.1km 流域面積 1.1km 平米の短い河川である。温泉街の旅館は この大谷川に並行して走る広島県道158号線に立ち並んだ。本郷地区を見下ろす大場山には、戦国時代、松永一帯を支配した古志市の居城であった大場山城があり、山頂には三段の構えた平地が造成してあり、石垣や堀が残されている。本郷はかつて、貧乏国沼熊群本郷村と呼ばれ、周囲一帯が新町と呼ばれた時代には、 その中心地として栄えたことより、新城本郷という呼び名が現在でも使用されている。1914年、本郷町を流れる大谷川の上流にある大谷鉱山で、冷静が発見されたのが本郷温泉の始まり。大谷鉱山は銅を主体に産出し、室町時代から再鉱されている鉱山であるが、1638年には、集落にあった金山寺という寺院も、 廃寺となるなど、銅山としての活動に、衰えが見られた。各種記録から推測するに、水野氏が福山藩に入った当時は、まだ盛んに採掘されていたようだが、すでに発見から数百年の採掘が続けられており、鉱石の枯渇によって、その後20年ほどの間に廃坑となった。行動口は808箇所あったと伝えられる。大正3年8月、 当時の五緑の北側で旅館を経営していた岡田徳太郎は、ある日宿泊した別市道山市坂島の技師から、鉱山の坑道から湧く水は、様々な病気によく効くという話を聞く。早速大谷川を遡り、方々を探し回り、滝口温泉西側の坑道から流れ出る湧水を持ち帰って試したところ、胃腸疾患や神経痛、腫れ物、皮膚病にもよく効き、 地区の古老の足を負傷した鳥が、行動の水に浸かったらたちまち治ったという話もあり、すぐに大評判となった。香水を求める人が詰めかけたので、一生瓶の香水を二銭で販売したという。岡田は香水を広島の衛生試験所に依頼して検査したがよく、わからず大阪の内務省衛生試験所に分析を依頼したところ、大正4年10月に、 ラジウムエマナチオンの検定を受けた。採水後2日と5時間30分経過した、香水サンプル1リットルが分析され、シュミット紙系電気を使用して0.74マッヘの放射能が検出された。当時は温泉での水質検査は珍しく、大谷の香水にはラジウムがあると人々に知れ渡り、ますます人気に拍車がかかった。岡田は大谷の香水を使って、 温泉を開業することを検討したが、村有林から湧く香水は村の所有物であるという意見が多数派を占めた。当時の村長の石井は村民の意向を組み、村議会にて香水の村有と村営の温泉の設立を議決された。村営になってから香水は5章で2 0 4とまでが5 0で販売されたが、毎日売上が4から5円にもなるほどよく売れた。 尊営温泉は、交通の便を考慮して大谷川の下流の城山を望む、那谷地区の県道脇に作られた。浴室棟は、木造瓦屋根2階建ての32坪の建物で、別に30坪の2階建て宿泊棟や14坪の休憩所も建てられた。着工は、大正5年9月で、大正6年6月8日に、本郷ラジウム温泉として開業した。 入浴料は1回2銭、1日だと10銭であった。経営は周囲の実業家に委託し、小野道市と原田村と本郷村の3人が18年間経営を引き継いだ。温泉は大変繁盛して、村営の宿舎のほかに民間のいろは旅館がすぐ横に建てられ、周囲の民家も宿泊客を受け入れるなどするほど盛況であった。しかし開業から10年以上が経過し、 大谷から名山まで埋設した香水を導く土管の破損修理に追われるようになり、加えて木造浴室棟が湿気によって腐敗し当局より指導されるなどして評判が落ちたために昭和3年に村営浴場は閉鎖され、土地建物は民間に売却された。大正12年編纂の沼熊郡史には当時の村営温泉の写真が掲載されている。 表殿が香水を採集した、行動口五両の表田光一郎は、知識人として知られ、中年以降は、薬師如来を深く信仰していた。ある日、薬師如来の夢を見てから、病人救済のために、本郷ラジウム温泉を再開できないかと、活動するようになった。昭和5年に、当時の本郷村村長のありきは、表殿の申し出を受け、多少の不安があるが、 村の繁栄にも役立つと判断して5年間の期間限定で表殿に損有地と香水の使用を許可した。表殿が再開した温泉は誠に質素な造りで、本郷第三佐止めの下にドラム缶を2つに割って風呂釜とし、香水は400メートル上流にある高校から大谷川の河原を竹を割ったといで導いた。燃料は古木や落石を使用し、 客からの湯加減を尋ねながら、表殿自ら白い煙を、黙々と立てながら火を焚いた。大変粗末な浴場であったが、次第に評判が広まり入浴客が増え、増改築が耐える間がないほどの盛況となった。これが、後の大谷層の始まりである。表殿によって、大谷温泉が再興され発展していく過程で、正式に温泉として認可される必要が生じた。 広島大学地質学教授の梅垣博士による実地調査が行われ、1952年10月、温泉交渉の許可を得て、本郷温泉として登録される。このことを契機に外部の業者による温泉業の参入が相次ぐようになった。1953年12月に滝口温泉、1956年4月に美緑ホテル、同年6月にマンクサ、 8月に末吉旅館が開業した。1957年に1月には古老別館、10月に鶴橋と小路園が開業した。その後も魚木吉別館、立つ牧草、若竹草、山源など、続々と温泉宿の開業が続いた。なお、1954年、本郷村は、周囲の町村が合併して、本郷村は、 松永市本郷町となった。1965年までに旅館の数は12軒となり、それぞれが増改築を重ね、規模を大きくしていった。大谷川を隔てた反対側に浴場を設けた、ジャングル風呂や屋上に露天風呂を設けた、空中風呂など趣向を凝らした旅館もあった。本郷温泉は、広島県最大の温泉地となり、松永駅は、ハイヤーやバスを使って、 本郷温泉に向かう客で賑わった。バス停も温泉口の他に2カ所設けられ、温泉街の奥まで定期バスが通行するようになった。大谷川沿いには浴衣姿の宿泊者客が数多く出歩き、春は花見、夏は秘書、秋は松茸狩り、冬は接待や宴会で賑わった。温泉街で使用する水が不足するようになったが、 ボーリング移動を掘ったり、貯水池の整備を行った。1955年5月から会合を重ねて、編纂されていた調子、本郷調子が財団法人、広市徳協会より1965年11月に発行される。その頃が本郷温泉の最盛期であった。1966年に松永市は福山市と合併し、福山市本郷町となった。 本郷温泉の成功は、広島県も、松永市、当時も大いに期待を寄せることになり、インフラの整備への投資を惜しまなかった。温泉街を貫く、温泉道路、現在の広島県道158号線は、大谷川の渓流沿いの石が、ゴロゴロ転がる山道で、平素は、人の往来もなく草に覆われた、寂しい道であった。 1951から1952年にかけて林道大谷線の改修工事が実施され、道幅が 280cm に拡張された。1957年には県道から滝口温泉までの約 1000m が松永市道に編入され、道幅も最低 320cm に拡張された。1959年には定期バスの就航に備えるために、 県道から温泉街入り口の温泉橋までの400メートルが、道幅4メートルに拡張された。1960年1月16日、待望された定期バスが就航し、松永市長がテープカットを行った。その後も温泉橋の掛け替え、未舗装だった温泉街の道路の舗装、街灯の設置が相次いで行われた。大谷川は、 大谷鉱山が栄えていた江戸時代の頃より、大雨の度に土石流が頻発し、谷いっぱいの土砂が流れ出していた。昭和28年、温泉街の奥に第四園庭が設置され、翌年には道面川第二園庭が築かれた。また、昭和34年には大谷川の温泉地区600メートルの川幅を5メートルとし、両岸をコンクリート、または、 石積み作りとして、川底も段階的に勾配を変化させる頑丈な治水構造とする大工事が行われた。大谷川に途中から合流する道すら川には、その合流部を付け替えて整備した。工事は昭和39年までかかり、工費も1000万円以上が必要となった。最後まで営業していた末吉旅館桜満開になった。 メインストリート1970年代に入って、レジャーの多様化などの理由により、利用者が減少した。旅館の中には1975年に開設された、福山大学などの学生寮に転身するものも、あったが、徐々にその数を減らすことになる。2006年には営業している旅館は1軒のみとなった。温泉街の奥まで運行していた定期バスも廃止され、 温泉街の入り口の停留所だけになった。最後の旅館となったのは1957年に開業した末吉旅館で2016年1月に廃業した。活気があった頃に剣道沿いに植えた200本の桜並木は成長し、花見スポットとして開花シーズンにだけ賑わうようになった。本郷町の地域住民22人で構成されるグループ上山60会は、 桜の害虫駆除や剪定を行い、景観維持に努めている。2018年現在、外来入浴を含めて入湯できる施設は残存していない。地区の入り口にあった、歓迎本郷温泉という看板も2016年以降に撤去された。地区の案内看板に名称が残っていた発見を中心に表に挙げる。美緑ホテル、万草、立、巻草、若竹草。 山源については案内看板が作成される以前に廃業していたものと思われ記載がなかった。大谷側の上流側より順に記載する。専門25度未満の単純弱放射能線。出展によっては専門11度、無色透明、無臭、pH 中性、第三本号図など目。松や雑草に覆われ、全容は見えないが、 斜面になっている部分が砂止め大谷川上流にあるコンクリート製の砂防ダム温泉街の中に本郷砂止めと呼ばれる江戸時代の砂防目的の治水構造物の遺構が残っている。温泉街の南側にある大谷山はマサドを主体とした崩れやすい地質で温泉街を流れる大谷川上流には砂防ダムが複数箇所設置されている。 砂防ダムは近年構築されたものだけではなく、江戸時代に作られたものも残っており、それらは本郷砂止めとして知られている。1番から3番までの砂止めがあり、中でも金山寺近くの最も大きい、3番砂止めは1787年に作られたことが分かっており、歴史的な価値がある土木建築遺産である北伊34度29分21.9秒。 統計133度14分34.7秒、北緯34.489417度統計133.242972度、34.489417、133.242972。これらの砂止めは、本郷銅山の採掘が活発な時期に作られ、砂防の役割のほかに、鉱山からの鉱毒を防ぐ意味もあった。 三番止めの園庭の長さは38メートル、高さは8メートルである。明治時代末期までに4回の傘上げ工事を受けている。この砂止めを作るときに中野大塚古墳を破壊してその石材を運んできたと、される。現在は、東側の園庭を切れた部分を大谷川が流れて、おり、砂止めとしては機能していない。また、長らく管理されていないため樹木に覆われてしまっており。 全容を見ることはできなくなっている。第3本郷砂止めの少し下流側に、第2本郷砂止めと思われる遺構が残っているが、案内板などの整備はされていない。大谷山の峰を越えた北側斜面には、同様の理由によって構築された、大谷磯子止めの砂止め群が広がっている。2006年の福山本郷町の山林火災後2010年撮影2006年1月に、 本郷温泉地区に迫る大規模な森林火災が起きている。この森林火災のために本郷温泉地区の東側の山の頂上付近はハゲ山となった。2005年12月末頃より福山市西部では山火事が相次ぎ1月10日までに合計7件の山火事が起きていた。2006年1月1日、福山市角郷町角郷で山林18ヘクタールを焼く。 山火事があった。いずれも山道の脇から出火しており、福山畜消防局は放火の可能性ありとして警戒していた。2006年1月11日午後1時40分ごろ、角号の出火地点から4キロメートル離れた福山市、本郷町の松永ダム北東側の山林から出火して山火事となった。 広島県や広島市消防局などのヘリコプター計算機と消防団員ら計600人が出動して消火作業を行ったところ一時小雨も降ったこともあり約20時間経過した1月12日午前10時頃に6ヘクタールを焼いて一度沈下したしかし同日午後0時50分頃になって再び出火地点付近より炎が上がった帰宅の都についていた 消防団員は、中半を食べる間もなく再召集されることになった。広島、愛媛、徳島県などからも応援のヘリコプターが派遣され、ヘリコプターの数は5機となったが西風に煽られて、火災は夜のうちに山の西側にある本郷温泉地区に迫った。2006年当時、本郷温泉地区には20軒の住居と1軒の旅館があり、 避難所の開設と住民の自主的避難が行われた。夜間も800人を動員しての徹夜の消火作業が行われた。一夜明けた1月13日になっても火災は沈下せず、午前7時に当時の広島県知事、藤田雄山より災害派遣要請が発せられた。陸上自衛隊第13旅団のヘリコプター5機、車両7台、 自衛隊員37名も消火活動に加わり、ヘリコプターの数は1月13日には12機となった。自衛隊部隊は、芦田川の中津現状水上近くの河原に部隊を展開し、芦田川の水を CH-47 や UH-60 を使って現場に投下した。消失面積は100ヘクタールを超えて、福山市内で発生した山林火災では、 過去最大規模となった。13日夕方より、再び雨天となり、火星が弱まり、1月14日9時10分に、やっと沈下した。消火活動に参加した、消防車両と人員は、福山地区消防本部で、延べ66台311人、周辺の消防団から221台2977人の、合計287台3288人と、 なったた福山市も紅葉車20台を出して現場の連絡や輸送に使用させたこれだけの大火災になった原因として、例年にない勝負、遠い水源、険しい山肌、燃えやすい乾燥した落ち葉などの要因が挙げられた。火災は民家から1キロメートル離れた場所で始まったが14時間後の13日午前2時には民家にあと1 0 0メートルまで迫った。 2005年12月7日以降、1ヶ月以上も1ミリメートルの降水もなく、現場は乾燥しており、本郷温泉を流れる大谷川の水も乏しく、なっていた。消火活動の水源となった池からは1キロメートルの距離があったため、長さ20メートルの消防ホースを120本、接続して送水する羽めになった。大谷さんは、斜面が急峻で、消火活動も困難を極めた。 ありがとうございます。